どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左引きのエデンという漫画を描いております。今日はこのバンクシーの、新しい作品集が届いたので、軽くご紹介します。表紙はこんな感じで結構重いですね。真っ赤な本、こんな感じで箱になってます。よいしょ。で、すいません、ちょっとね、片手で撮影してるんで、よいしょ。タイトル、ちょっとごめんなさい、英語弱いんで読めないんですけど、バンクシーの今月発売した作品集です。この文字のところなんかかっこいいですね。これニス、やっぱさすが凝ってますね。このなんかちょっと値段忘れちゃったんですけど、結構高かったんで、加工もしっかりされてます。これがね、バンクシーなんですかね。ちょっと本人かどうかすら僕には分かりませんが、一応なんか余談なんですけど、こういう本の中身の紹介って著作権的にどうなのっていう議論があると思うんですけど、なんかね、3分の1だったら引用の範囲内だらしいので、そのつもりでちょっとご紹介していきます。簡単にパラパラっと。あれですね、基本的にキャプションとかは全部英語っぽいので、これなんかいいっすね。この顔隠すのが全部赤いドットなんだ。あれっすね、説明とかはもうないんすね。この、まあ多分あったとしてもこれ英語になっちゃうと思うんで、あれかもしれないですけど、本当に、なんだ、作品集というよりも、画集、写真集に近いイメージですね。キャプションすら入ってないかも。こういう、いい感じの写真集。なんか、これでもちょっとあれっすね、年号とか、年号場所ぐらいちょっと入れてほしいっすね。アトリエかな、スタジオ。なんか、まあ多分こういう本買う人向けなんで、もうバンクシーのことは十分ご存知でしょっていう前提の本なんだと思うんですけど、こういう写真がメインだなぁ。これどういう時に見ればいいんだろう。なんか、僕が描いてる左引きのエデンっていう漫画でも、バンクシーが、本当に一キャラクターとして登場させちゃったりしてるので、まあ一応その礼儀というか最低限のあれで、バンクシーが関連してる本は一通り読むようにしてるので、今回もちょっと買ってみたんですけど、あんまりあれですね、なんか、バンクシーを深く知るというよりは、すでにバンクシーが好きな人がこれを見てなんか、浸るって感じですかね。でも写真がやっぱりいいですね。こうやって一挙に見れるっていうのは嬉しい。これでもあれ本当にあれだな、なんかキャプションがないから、こうあの写真見たいなって時に探すのも一苦労かもしれないな。ね、これ本人なのかすらわからないし、一人なのかすらわからないけど、これいくらだっけな、なんか確か7、8000円だったと思うんですけど、まあでも写真集って考えると全然妥当な金額かなぁとは思います。よいしょ。これ本当に文字が全然ねえですね。これはあれだもんな、最後の奥付けってやつですよね。
なんか個人的にはこういうグラフィティしてるところの写真が結構見たかったんで、そういう写真も多々あるので面白いなと思います。これボル1ってなってるから第2弾があるんでしょうか。でもなんか本当にすごくいい写真集、いい写真がたくさん入ってる本になってるので、バンクシーをすでにご存知でファンだよっていう人は買ってみてもいいんじゃないかなと思います。この顔をね、赤で隠してるのはなんかおしゃですよね。あれないのかな、エレンで出てきたモマのやつ。モマのやつはないのかな。まあ、これも余談ですけど、今左利きのエレンの展覧会をやらせていただいた横浜のアスビルっていう施設でバンクシーの展覧会やってて、で、まあ、コロナの影響で確か再開したとかなんか見た気が、再開するかな、いずれにせよまたやるみたいなので、なんかまあグラフィティアートなんで実物っていう概念がねちょっとあれなんですけど、まあシルクスクリーンとか、そのいわゆるその普通のアートでいう原本オリジナル作品に近いものが結構展示されてた、展覧会なので、アスビルでやってるやつ、僕もオープニングの時に行かせていただいたんですが、すごい演出とかも良かったので、よかったら行ってみてください、ってな感じですかね。ちなみにこういうなんかプレゼントキャンペーンやってますね。本国で2万部出版されたうちの一部を扱ってるらしいので、一応世界に2万冊ってことなのかな、なんか本当かな。まあ、ちょっと2万冊っていうのがこのね、いわゆるそのアート関連本作品集系で多いのか少ないのかちょっとわかんないですけど、そんなに少なくはない気はするんですけど、まあ、一応限定らしいです。でもこのなんかやっぱ箱もしっかりしてるから、まあ、コレクション通貨置いといてたまに見返して悦に浸るって感じの、いい感じの写真集です。はい、なんか他にもバンクシーとかそういう僕が好きなアーティストとかのなんかそういう作品集とか見つけたらまたちょっとご紹介するかもしれません。ってな感じで、今日はこのバンクシーの新しく発売した作品集をちょっとご紹介しました。PR じゃないよ。じゃあそんな感じで、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた。バイバーイ。